ではい、すっぴんなんですね今日も。はい、なんかすっぴんでいる方多い最近。パッ、iPhone ケース変えた。何の音楽流そうかな。オルゴール、なんかさ、ひゃっくりが止まんないんだけど。これ給食の時流れてた。待って、ひゃっくり止まんない。今日日曜日ですけど皆さん何してましたか。こんばんは、さいちゃん、ゆうりさん、もふさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。しばちゃん、いたっき、こんばんは。パさん、こんばんは、来てくれてありがとう。ちょ待って、しゃ、立ちつ、立ちつ、しゃっくりと、ま、うん、ない、よ。今日この帽子かぶってたから、ずっとかぶってる。この帽子、なんかね、去年、2年ぐらい前にゲッツしてから3回ぐらいしかまだかぶってない。すっぴんだよ。OK。モンハン、モンハンやって、髪の毛伸びたんだよ。ちょっと見る見る、ほら、ちょっと伸びたことない髪の毛、頑張って頑張って伸ばしてるんだけど、結構伸びて嬉しいです。いつもここぐらいなんだよね、私ここぐらいでいつもエクステつけちゃうから、ちょっと今日今回頑張ろうと思って伸ばして、ちゃんとお手入れをね、しっかりと頑張ってるんですよ。ネイルも変えました。いちご、そう、いちごです。こんばんは。あ、収まったかも、しゃっくり。忍者さん、こんばんは。うはくまさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。カラコンちょっと小さくしたんだ。ヤンキースのピンクの帽子、似合ってる。お、嬉しい。ありがとう。ちょっとこんばんは。なるくん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。今、自粛期間じゃないですか。そう。ダイエットもう本当に毎回毎回常にダイエットはしてたんですけど、ちょっと本当に本当に頑張ろうと思って、そう、OSC をやめてから運動しなくなっちゃったから、多分ね、筋肉がちょっと落ちたのか、ちょっと疲れやすくなっちゃって、なんかそれもあってちゃんとダイエットしたいの、筋肉つけたいのと、あとダイエットをちょっと本当にどこまで変わるかをマジで頑張らないとなって思ったので、なんかもうさ、許されないじゃないですか。アイドルじゃないし、可愛いだけじゃ許されない世界だから、ちゃんと変わろうと思って、でちょうどその時にね、案件でその美容外科の方と一緒にやることが、お仕事をいただいたので、ちょっとそれやってみようと思って、でもね、ちょっと毎日、ね、昨日2日前から始めたんだけど、それはなんかその毎日朝ね、起きたら注射を打つんですよ。もう本当に怖いよね。ママにもね、大丈夫なのそれみたいな、大丈夫、なんか体とか大丈夫そうみたいな感じで言われるんですけど、なんか注射はね、私その気も結構慣れてるからね、注射慣れてるから、まあいいんですけど、朝毎日打つんですけど、まあ、ちょっとのね、なんか入れるんよ。
なんかそのダイエットの効果が出るその糖尿病の人とかが売ってるようなその GLP-1 みたいなやつのダイエットなんですけど、なんか食欲がすっごくなくなるの。もう大丈夫そうみたいな、そうなるのね。私も思うんですけど、まあでもちょっと、まあ、とりあえず1ヶ月やってみて自分に合わなかったらすぐにやめようとも思ってるし、ちょっと怖かったらすぐやめるのではい、皆さんちょっとあのご心配はおかけしないようにするんですけど、とにかくね、昨日打ってからマイナス1キロぐらい痩せたんですけど、もうマジで食欲なくなるの本当に。もう今日もさ、朝食べてさ、でお昼夜方までご飯がね、なんか入らなくて大丈夫なのって感じなの、もう個人的にも。でもとにかく、まあそのお仕事をやるってなったので、ストーリーにそのダイエットの経過とかを出さなきゃいけないから毎日やるんですけど、でまだちょっとそうなんですけど、まあ、マリアの最近好きな食べ物がねちょっと変わってきて、まあ、それは関係なくね、その関係なくなんですけど、その美容外科のはね関係なく、なんか油物とか食べれなくなっちゃったのね。お肉とか牛肉とかあんまり好きじゃなくなっちゃってさ、だから最近好きなのが本当にきゅうりとか納豆とか、きゅうりの塩昆布漬けみたいなのめっちゃ好きで、それとかね食べてるから、まあ、体にいいと思うので、そういうのを食べてちょっとずつ、すぐにさ、なんかさインスタとかで見てたんですけど、すぐに短期で痩せようと思ってる人は絶対に痩せないよみたいなってさ、確かにと思って、まあ、ちょっとずつ頑張って効果が出たらいいなぐらいのレベルでストレスフリーで頑張ろうっていう感じなので、まあちょっとずつね、まあすぐね、三日坊主なのでどこまで続くかわからないんですけども、はい、まあそれもやりつつ、あとまあまあ、あの本当に食欲が減って今日も夜そんな食べてないので、ちゃんと運動もして頑張ろうと思ってます。はい、頑張るね。まあ、なんか分からん、マリアもマジでさ、ダイエットって成功したことないのとダイエットってしっかりと成功したことがないのと、マジでいつも私いつも頑張る言って、頑張る言ってすぐ終わっちゃうので本当に期待をしずって感じなんですけど、頑張ります。こんばんは、大丸さん50カウントありがとう。そう、あとカフェ巡りも当分やめようと思って、まあ、溜まってる分、今まで結構行ってたので溜まってる分の投稿はするんですけど、まあ、ちょっと控えめに、まあ、でもイチゴがないと生きていけないので、まあそれは食べつつ頑張ります。ちょっと野菜中心のカフェ行こうかなみたいなのはある。そう、なんか野菜パルコとかにさ、野菜専用のなんかあれがあるらしい、カフェみたいなのが、まあ、とにかくそんな感じのやつ、飲むものも野菜、うん、とかなんかジュースとかさ、なんかなんとかジュースとか行きたいよ。そういうこと進んでやってるマリアちゃんすごい素敵で尊敬する、ありがとう。そう、でもなんか何事にもね、自分の合う合わないあるから、もうやってみてやめるか続けるかみたいな感じで頑張ろうかなって思ってて、まあよかったらみんなにもおすすめするね、悪かったらはっきりと言います。はい、そう、 YouTube でさ、ご飯、美味しいご飯紹介しますとか言ってさ食べるじゃん。自分に合わなくてさ、ママに普通に、あ、お無理だ、美味しくないとか言ったりもする、たまに。だからそういうのは動画に載せなかったりとかするから。そう、きゅうりと塩昆布はビールに最高ね、最高だよね。あとね、ちょっとまつげパーマしたんだ、人生で初めてまつげパーマしたんですけど、一生しないって思ったんだけど、なんか私まつエクステあるんですけど、まつエクって言ってさ、そのつけまつげじゃなくて本当にもうまつげにつけるやつ、ほんとなんかずっと1ヶ月は持つんだけど、もうまつげビヨンってなるやつを私はその現役の時に2回ぐらいつけてたんですけど、ちょっとね化粧というか目が濃くなるの、だからまあ合う合わないあるんですけど、まあ、マリアはちょっとなんか目がさ悪いのもあるし、ちょっと
かゆかったからやめたんですよ。だから自まつげで普通にいたんだけど、なんかまつげパーマしてみようと思って、まつげパーマをこの自分のまつげをくるんっていい感じにこう2ヶ月ぐらい持つやつでくるんってなるんだけど、なんかそれをやってみようと思って、まあ、最近の子結構やってるんですけど、そう行ったんですね。行ったらね、なんか、まあ、普通にあの目つぶって液をここにつけてちょまったらちょっとくるんってなるんだけど、なんかまあ自分も目つぶってるからちょっとわからないんですけど、なんかあの液がさ中に目の中入って、なんか目の中入っても多分大丈夫な液なんだけど、目の中入ってめっちゃ染みたの。あ、めっちゃ痛い痛い痛いと思って、これ大丈夫ですかみたいな、これほんめっちゃ痛いんですけど大丈夫ですかって言ったら、なんかここにコットを押さえられて、扇風機でこうその痛みを和らげるように風を送ってくれたんですけど、マリア的にはえ目傷つけるぐらいなら絶対やりたくないと思って、本当に大丈夫なのと思って、痛かったのね。で痛いのもちょっと続いて、ちょっと待ったらなんかもう1時間ぐらいで終わって、まあ、その後にはもう目のこれまつげクリーンってなってたんだけど、なんかその口コミとかね、いろんなところのまつげパーマの口コミとか見ると、なんか、まあ、あの腫れましたとか、液が合わなくて腫れましたとか、まつげがちょっとなんていうの、数時間後目なんか痛くてみたいな、で眼科いたら傷ついてましたとかって、で私はその後とかも一切痛くないし、なんか全然大丈夫だったんですけど、なんかそういうの見るとマジで通うと絶対眼球傷つくなって思ったから、一生行かないって思ったので、もう普通にビューラーしようって思いました。うんだから女の子にまつげパーマおすすめしないでおこうって思ったんですけど、まあやってみないと分かんないのもあるし、はいって感じで私はやめました。そう、これはもう女の子の事情なんですけどフ2回目の女子学びと、あ、ありがとうございます。1回目2回目はあのその時は初めての収録だったので結構緊張したんですけど、すごいね、周りのお姉さんたちがすごく優しくて、なんか安心して受けれた、安心してあの撮影できたので、2回目とかもあっという間に終わって、来週また3回目の撮影があるので頑張りたいと思います。食欲なくなると筋肉落ちて脂肪がつきやすくなる気がする。そうそうなの。だからあの EMS っていうなんか筋肉をつけるのを同時進行でやろうと思ってます。そう、筋肉が落ちちゃうから筋肉つけるための、なんかちょっと前やってたんだけど結構だいぶお腹とかもすっきりしたから、それを始めようかなと思っております。EMS ね、あの他のね、例えばちせいちゃんとかはるちゃんとかもやってたの、結構いいから、みんなお腹に脂肪ついてたらおすすめだと思う。まりちゃんこんばんは、やまっちこんばんは、来てくれてありがとうございます。まりあちゃんこんばんは、わっくさんこんばんは、マークこんばんは。先週の土曜日、まひろの生誕祭であったよ。あ、そうなんだね、生誕祭あったんだ。今本当にね、自粛期間だから私は今日ジムに行ってきました。ショールームって婚活アプリなんですか？そうなのどうやって婚活すんのショールームって婚活できるんだ、知らんけど、できるんですね。次ね、来週美容院、サラサラ。何か最近皆さん何してるんですか？質問とかないですか？質問ないで、マリちゃんに、マリちゃんに。 YouTube 限定ユニットのイベント、だって半日一緒だった。あ、そうなんだ、半日一緒だったのね、めっちゃいいじゃん。 EMS 入ってるプロテインあった気がする。あ、そうなんだ。プロテインはね、
飲んだことないんです。プロテインあんま美味しくないから飲んでない。で朝いいみたいだね、朝飲むと。婚活というか、婚活か、婚活のさテレビドラマとか見たりしますよ。ジムは週何回行くって、まあでも週にそんな行かないですね。ジム週に 1、2回、1回かな、私多分行っても、そう多分ね、多く行っても絶対嘘だと思うので、嘘ついちゃう。あ、バランスボール買ってよ、セレは。ヤフーショッピング、アマゾンでもどっちでもいい。なんかアマゾンでこの間ね、化粧水頼んだんです、初めて。私アマゾンで買ったことなくて、アマゾンで化粧水を頼んだら、なんか自動でね、500円、年毎月500円、なんか毎月500円会員みたいなやつに勝手に入ってて、それ気づいたのが2ヶ月目ぐらいで、これ何もしてないのにと思って、ですぐ解約したアマゾンは。私はネットフリとフル契約してるから、結構毎月の出費が多いので、そう、アマゾンプライム会になってたのかな。待って、この歌好きだ。アマゾンプライム、そう、最近 OSU ザバスのプロテイン流行ってるみたい。あ、そうな、結構前から流行ってたけどね。うん、バランスボールやるの、あれはいらんくなるとめっちゃ邪魔になる。え、やっぱりそうなんだ。なんかさ、大きさ、え、ね、マリも思ったけど、なんかママが、私とママ、ん、マリと姉ちゃんがいつもソファ座ってんだけど、ママとかが丸い椅子に座ってて、なんかだから、まあ丸い椅子に座るくらいならバランスボール買った方がいいんじゃないかみたいな。でも大きさがさ、なんか小中大的な感じあるよね、多分。見てる今、今見てる、絶対 LINE ポップじゃん。 LINE ポップしかしてない。え、でもバランスボール買おうかな。でも邪魔になるよね。フラフープも一緒なよ。なんだよ、フラフープどこやった、捨てた、長谷川さんにあげた。そうなんだ。使ってなかったじゃん。長谷川さんにあげたみたいです。長谷川さん届いてますか。聞いてますか。聞いてない。でもバランスボールもあれあげればいいか。やらなくなった。え、あれって空気自分で入れるんだよね。そういえば髪カットしてもらった。え、本当に？あそこリコみたいな免疫の美容院。ちょっと待って、このあれだよね。このあれだよね。そうだ、リコってとこでしょ。マジ？この人のとこめっちゃ色、髪色いいんだよ。花丸うどんの上なんですけど、なんか私結構サロンも行ってて、で最近ここの美容師さん、このね、リコはやヘアレラクション名古屋店の、これ何山さんって言うんだろう。ちょっと分かんない、ね、高一郎さんっていう方にサロンモデルやらせてもらって、カラーめっちゃ良くて、めっちゃカラー良くて、自分で普通に行った、良すぎて。
最近のおすすめの美容師さんです。マリアって YouTube で逆ドッキリとかの逆ドッキリなことないかなってたまに考えるんだけど、誰かコラボやらないの？まあ、でも現役のメンバーはやれないから、まあ、辞めたメンバーくらいかな、 YouTube やれても。でも今ね、大須商店街のそのこの間行ったから、そのなんかお芋の店とかの動画も撮ったんですよ。なんかその動画と稲山行った時の動画をもう編集が多分強度終わるから明日どっちかアップします。はい、あ、そう、怒り山さんだ漢字がちょっと難しい、漢字が難しいんだよな。こんばんは、タカさん、こんばんは。小さく出てできるやつの方がいい。あ、やっぱちっちゃいやつの方がいいんだ。ちっちゃいなんかあれ、顔中間の、あ、見てないんだ。ママ LINE ポップ中だったママさ、待ち時間ずっと LINE ポップやっててさ、でさ、めっちゃさ、マリアがさ、電車でさ、電車の降りて、で家まで帰る途中になんかママがめっちゃいきなりね、いきなり携帯をね触り出したのね。だからなんかあるのかなと思って、え、なんか大切な用事かなと思ったら LINE ポップやってただからマリア、え、それなんか時間とかあんのみたいな、え、なんか時間それ決まってんのって言ったら、いや、なんとなくみたいなね感じでした。マリアちゃん、こんばんは。こんばんは。一番 YouTube コラボできそうなので思い浮かんだのが萌ちゃん。あー、萌ちゃんね。萌ちゃんも一応事務所入ってるからさ。そうそうそう。もうパッとできるのは白戸のはるかちゃんじゃないかな。白戸のはるちゃんはね、来週かな？来週会いますよ。結構定期的に会ってるんですよね。そう。結構定期的には会います。ドラパンダさん、メロンパンありがとう、ありがとうございます。ちょっとツイッター見た方いると思うんですけど、私がずっとずっとずっと言ってたオフ会、6月のね、その最初の方にやろうと思ってたんですけど、やっぱ緊急事態宣言もありまして、ちょっと延長したので日付変わったんですけど、あの、絶対にやるんですけど、バーベキューやろうと思ってるので、皆さん忘れないでいてくれると嬉しいなと思います。もう一回やる。やっぱね、ちょっとあの宣言がね降りないといけないのと、やっぱちょっと増えてきてるのもあって、感染が怖いね、怖いじゃ。白戸のはるちゃんは、え、白戸のはるちゃんめっちゃ元気だよ。白戸のはるちゃんね、あのいつも会うとね永遠と喋ってる。何？ラインポップ。名字と名前の間にノーつけ。あ、白戸のはるちゃん。なんかさ、何々可愛くない？白戸はるかちゃんも可愛いけど、白戸のはるちゃんって可愛いじゃん。もう事務所行かないから時間ある。え、全然時間はある。私のことですか？ありますよ。バーベキューぜひ参加したいです。なんかね、あのオフ会に参加した方は分かると思うんですけど、マジで楽しいんで、本当に楽しいんで来てください。岐阜ね、バーベキュークラスター出たってね。あ、バーベキューのクラスター出たの？そうなの？怖っ。ミルクさん、今晩ありがとう、ありがとうございます。星野のマリアちゃんも元気。星野のののののってなってるけどのののののって感じじゃん、それも。星野のマリアちゃんも元気ですよ。星野のマリアちゃんは元気ですよね、ママにね最近言われるのは、あなたさみたいな、顔すぐ顔に出るよねみたいな。その疲れてる時はめっちゃ顔に疲れてるっていう顔が出て、で
なんか元気な時はめっちゃ元気な、パッもうパッショーパッ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 ってなんだイエーっていう感じの顔してるみたいな感じで、えのね昨日この間やかってね、この間めちゃめちゃ寝てたよね。マリア9時なんか、私大体寝るの1時とかなんですけど、1時とか12時とかに寝るんですけど、9時に寝たんですよ。その日はその日は9時に寝て、で何時に起きたと思いますか。何時に起きたっけ。9時か。9時に寝て9時に起きたの。夜の9時に寝ることってさ全然なかったんだけど、その日ちょっと体調悪かったのね。で大丈夫かなと思って、ちょっとやばいなと思って、まあ寝たら治ったんですけど、でもめちゃ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 寝たの。9時に寝たから10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、12時間寝て、でもしかもママに起こされるまでもずっと寝てたから目覚ましで起きれなくて、その日めっちゃ寝た。でもやっぱ睡眠をとるとね元気になれるから、だからマリア的には睡眠超大事です。落ち着いてからでいいよ。ありがとうミナド君、ありがとうね。最近何が良くて何があかんかもわからん。まあそれはわかる。だってさ、何がさ正解とか、どこまで行っていいのかとか、どこまでやっていいのかとかも全然わからんじゃんね。そうマリアもぶっちゃけさ、まあ、宣言が出る前はさもうユニバに行ってしまったんですよ。もう予約してあったから、チケット取っちゃったから。でもちゃんと消毒もしたし、手も洗ってご飯食べたし、まあ、その後に感染はしなかったけど、やっぱそれってさ普通に見ちゃったら良くないことでもあるし、でもねまあその人生のさこの長い間でさ我慢しないといけない時期でもあったから、良くないなと思いながらも行っちゃったんですけど、そうだね、そういうとこも反省はしてる。でもそこのラインがすごく難しいですよね。まあ今は絶対行っちゃダメなんだけどさ、そうちょっとねよくね難しいよな。イエンちゃんがマリアちゃん可愛すぎって言ってた。本当にどこで言ってた。イエンちゃんと喋る機会あるんだ。そうイエンちゃんと千秋ちゃんと一緒に女子マネやってるんですけど、もうめちゃめちゃお姉さんなんですよ。もうお姉ちゃんすぎて本当に好きですって感じなんですよ。なんかもうね先輩、人生の先輩って感じで、すごく可愛がってもらえてとても嬉しいです。もうこんな私をありがとうございます。でも私よく妹キャラって言われるんですけど、まあ、実際OHC の現役の時も先輩だけど後輩で年上の子多かったから、なんかね結構妹キャラなのかなマリアね。寝れる時いっぱい寝て、そう寝れる時いっぱい寝ます。こんばんは、マサルくん来てくれてありがとうございます。赤星さんこんばんは、シアくんこんばんは、来てくれてありがとう。今日はねなんかね延々と喋ってるんだけど、いつ終わろうかなとは思ってます。質問してくれたらどんどん喋るんですけど、ただ寝すぎると体力使うね。でも寝るとさ体力使うけどさ幸せだよね。寝るときが今一番幸せかな本当に。マリア妹よなね。なんかさ私二十歳なんですよ。もう二十歳なのにすごい妹っぽいって言われて、確かにそうなんですよね。実際さお姉ちゃんいるから妹ができたことないから、そうなんかさこの間たまにさ私ビゴーにいるんですよ。ビゴーでお手伝いしてるんですけど、なんかまずずっと最年少だったの。なんていうの、一緒に仕事する人とかもみんな年上だったんだけど、最近になってね初めて会う子とかがすごく若い子、18とか、まあそんな変わらんけどさ18とか17とかの子がいて、でその喋り初めましてなのにさなんか結構いじってくれたんよ。まあそれいいことだと思うんだけどさ、私って結構その妹系だなんだと思って、伝わるかな。なんかなんて言うんだろう、なんかさ妹感が強いみたいな、え二十歳なんですかみたいな感じで言われたから、二十歳だよみたいな、二十歳見えないって言われたっていう、まあ、結局そんな感じです。
20歳に見えないんだよマリアって。まだ10代ってことだね。そうした子。はい、ショールームで知り合って大須で偶然会ったこともあった。あ、そうなんだ。そうなんだね。イエンちゃんめちゃめちゃ可愛くて好きです。マリアは甘えるのが上手。お、嬉しい。おしゃ。マリア妹っぽいところもあるけど人間的に尊敬とこ多いし、しっかり者でもある。お、ありがとう、嬉しい。しっかりしてるところはしっかりはしてるんですけど、しっかりしてるんですけどっていうところがしっかりしてないですよねしっかりしてるんですけどって言ってるからもうその時点でアウトです。永遠の可愛い妹ありがとうございます。マリアちゃんずっと高校生でいける。本当に本当に。でも黒髪とかにしたら多分高校生いけるとは思うよ。そう、でもそれもこれもね多分ね顔が丸いからだからな。うん、それちょっと直したら、改善したらさ顔が丸いの多分高校生じゃなくなると思ってるね。まあでも数ヶ月前まではさ10代だったからまあ無敵ですよね。まだまだ。中学生ではないけどさ、中学生ではないぞ。お風呂入りました皆さん。ご飯何食べたの皆さん今日。マリアはお刺身、お魚を食べました。俺も20過ぎても中学生って言われてもおかしくないまだ若く見られることっていいことだからね。どうしても伝えたい、ずっと好きです、ありがとうございます。ありがとう。もうねマリアのことを忘れずにいてくれるのが一番嬉しい。誰だっけってなってるの一番悲しいからね本当にありがとうございます。常にさ、やっぱ今はね SNS の時代だから SNS が一番間近にね身近に感じられるところかなと思うので、たくさん SNS も更新してマリアっていう存在をねまだねみんなに忘れられないように頑張りたいなと思っておるので、皆さんぜひチェックしてください。あのインスタとか結構コメントしてくれたら返信とかしてるし、あのインスタめっちゃ投稿してるので、しかもね、まあ、ダイエット始めたのでストーリーも毎日あげるのでダイエットの頑張ります。マリアちゃん幸せになってね、ありがとう。今日ずっと寝てた。うっそ、日中雨だしね。雨だからさ外出たくないよな今日。今炊飯中、今からご飯ってことか。シューマイ弁当食べました。いいな、シューマイめっちゃ好きで、シューマイと餃子めっちゃ好きで。幸せになってね、なんかさ最近思うんですけど、幸せって感じる瞬間ってそれぞれ違うじゃないですか。誰にでもさ幸せって思う瞬間は違うのね。だからそのどこにその幸せを持っていくかによって、まあ、人の価値観も違うし自分のやりたいこととか好きなこととかも違うから、もう幸せってなんだろうって考えること多々ありますね。でも、まあ、マリアの幸せは本当にマリアママが大好きだし、お姉ちゃんもパパも大好きだから、家族でどこかに行くとか一緒にご飯を食べるとかだけでも幸せだし、毎日こう寝れる幸せとか、なんか身近なところの幸せにもう毎日を感謝しようって思って、で今日も幸せに生きれたなとか、今日も幸せにご飯食べれたなとか、そこを幸せって思わないと本当に自分のなんか、例えば私はまあ旅行とかねめっちゃ遠いとこ行くとか好きなんですけど、旅行とかの幸せも感じられないなと思うから、その日々の毎日の幸せを大切にしようって思うので、皆さんもぜひ幸せを毎日かみしめて生きてください。はい、そうマリアに出会えたこともみんな幸せだと思う。そうだよ。今日はゴルフレッスンでした。すごいな、ゴルフやったことない。マリアちゃんこんばんは。こんばんは。
マリアとのツーショットチェキ時々見直してると会いたくなってくる。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。じゃあそのチェキ絶対捨てないでね。消防車来たね、ピーポーバーボーしとったわマジでそう、みんながこの、そのみんながさ、そのみんなの幸せなってくれることも私すごい幸せなので、そう、マリアが笑ってくれてたらいいよ、ありがとう、嬉しい、そうやって言える大人にマリアもなりたいな。本当に自分が思ってる以上にさ大人になるってまだまだだよね。だってみんなさ、例えばさ20代30代40代の方もいると思うんですけど、ぶっちゃけ自分が大人っていう感覚ってあるのかなって思うよね。なんか経験を重ねて重ねて人生濃くして死にたいと思いました。いろんな経験をして。マリアって関西行くとパトカーの音が聞こえた時お迎え来たってそうなの、よくママには言われるよ、お迎えに来とるよみたいな、来てないよみたいなことを言ってますけど。そやマリアちゃん車買ったんだっけ。今ね車超悩んでんの、超悩みすぎて決めてないです。決めてなくて、とりあえずね今日ねオートバックス行ったよねオートバックスって車の部品とか売ってるじゃないですか。とりあえず今の車をちょっとでもマリア好みにしたくて、ちょっとオートバックス、オートバックス行った。オートバックス、最近今日はマリアが可愛いと思った服買ってジム行ってオートバックス行ってご飯食べてきた。で今に至ります。30代になってアイドル好きって言ってる人生は想像もしなかった。いやでもそれでもね幸せならすごくいいよね。うん、そう、もう自分だけが分かっていればいいの、幸せってことに。そう、人によってね幸せは違うから。安全運転でね、私結構安全ですよ。なんかさ、私の車が、この私とママの車がなんかこう携帯をこう運転しててこうやって挟んでさ、地図とかさ音楽変える時とかよくみんな置いてるんじゃんね。置くやつがなくてそれを買おうと思ったんだけど、なんかどれがいいんだろうと思ってめっちゃ悩んでる。なんかこう挟むやつあるじゃん、わかる？挟んでさ、エアコンの上とかに多分置いたりとか、エアコンつけたら冷たくなるんじゃねみたいなこと思うと喋ってやめたりとか、なんかいろいろやって結果やめたんですけど、それはね、それはやめた。うん、あと匂いとかもさ、匂いきつすぎると酔うじゃん、車って酔うじゃんね、やめてる。何の匂いがいいんだろう、めっちゃマリアは結構石鹸の匂いとか好きなのであれなんですけど、匂いきつすぎるの良くないじゃんね、車の中って。みんなどういう匂いなんですかと思って。そう、ハンドルとかさ、ハンドルカバーとかつけた方が可愛いんかな、どうなんだ。今仕事から帰ってきました、お疲れ。車の中もピンクかな。車の中ね、黒今は黒だよ、超普通。車買い替えるなら今の車のパーツ買った。そうそうそう、でとりあえず車を変えようって決めてるんだけど、でもその車を変えるまでに時間はあるじゃん、いっぱい。結構まだ、ね、めっちゃ悩もうと思ってるから、そのそれまでの間の期間で今の車で楽しもうっていう考えです帰る気あるのかって感じだけど、でも本当に帰るんよ、帰ると思う多分。そう、ちょっと前にさ悩んでてさ車の話したじゃん。
それの時とちょっと気持ちが変わってて、とりあえずはい変えたら言います変えるんかみたいなね感じなんですけど、幸せ模索中、模索しよう。いつね、いつ幸せ見つけてもいいと思うので、まだまだ時間はたっぷりあるんだよ。車の中はね、もっともっと可愛くしたいなと思うんですけどね。牛乳石鹸いい、良い。クラウンどう？クラウンか、クラウンって大人だね、めっちゃ。シルビアってなんだ、ちょっとわかんないですけど私。マリア好き、ありがとう。人生も子供も楽しんだもん勝ち。そうだよ。じゃあそろそろ終わるね、終わるので、ちょっと名前読み上げます。ロロさん、みなとくん、りょうたくん、ミッキーさん、かなちゃん、ボッケーさん、まさるくん、ドラパンダさん、ハゲチョビン、やえちゃん、翔太くん、しょうゆちゃん、かちゃびさん、みんなありがとうございます。車決めるまでめっちゃ楽しい。確かにね、車決めるまでめっちゃ楽しいよな。あー、ココちゃん、ママココちゃんだよ。ココちゃんこんばんは。え、てかめっちゃすごいよね、今頑張ってる、ね、っていうかさ、ココちゃんってめちゃめちゃ有名になると思う、マジで。みんなファンになっとこう、本当に。今ファンになったらマジで子さんって胸張って言えることない。あのデビューしたばっかです、マジ本当にすごい。思ってたもん、ココちゃんの話だけして終わりますね。あの私本当に出会った時が、多分ココロちゃんが中学校1年生とかなのかな、心ちゃんが中学校1年生とかで、もう私めっちゃずっと「え、この子マジで可愛い」ってずっと言ってて、ずっとずっと、これずっと言ってるかもしれない、みんなにも。マジで可愛いって、この子は本当に可愛いってずっと言ってたんですよ。で多分その時は、まあ、心ちゃんもまだ違う事務所とか入ってたからあれだったんですけど、本当に可愛くて。まあ今の方が可愛いけどね、なんかもう出来上がってる、多分もうベイビーの時から出来上がってる女の子ベイビーの時からもう完成してる。ベイビーを見たことはないけど、コーラちゃんのベイビーは見たことはないけどもう本当に完成してるので、もうマジで応援しよう、みんなで。絶対に有名になれる。ポップティーンの専属ね、なったらみんな買おうね、雑誌ね。マリアも一時期すっごい目指したけど、マリアが叶わなかったのをココロちゃんにぜひとも叶えてほしい。なのでみんなで応援しましょう。えい、いやマジで可愛いからな、何でもできるしね、ダンス上手いしね、顔可愛いし、ダンス上手かったね、 TikTok てかマジ顔が可愛い、ね、という感じで、そう TikTokさせてくれたね、可愛かったよ ね上手やった。この子は本当に素晴らしいと思う、本当に。みんなでおかけしようおかけしとこう。はい、ってことで、まあ、ココロちゃんの話でした。頑張ってね。あ、ルームフォローした、素晴らしい。ココロちゃんのルームフォローもしといてください。いや、ちょっとあのはるちゃんに喋り方似てるちょっとココロちゃんってはるちゃんに喋り方似てるんよ。そう、そこはもうあの白戸はるかちゃん推しはちょっと見てほしいけど、マリア的にあの白戸のはるちゃんと仲いいからこそ言えるんですけど、ちょっとココロちゃんははるちゃんに喋り方似てますわかる人にはわかる、可愛いです、めっちゃ言われますやっぱり言われるよね。マリアが言うなら応援します、ありがとう、応援してね。アイドルライブやってるしね。
ということで、じゃあ、あ、フォローしました、ありがとうみんな、ここちゃんフォローしてほしいね。ってことで、じゃあね、さはるちゃんも可愛い、みんな可愛い、もうマヤの周りの後輩ちゃんみんな可愛い。マリアちゃんのファンの方優しいね。ファンはお尻にいるからね。なってことで、また配信します。以上、星野マリアでした。またね、バイバイ、ありがとうございました。アニョハセヨバイバイ、ありがとうございました。